じゃあこんにちは。はい。はい。平川さん、どうしたの、はい、なんか急に姿勢ノックして、不自然に胸あって。いいの着てますね。本当だよ。お袖がよく見えない。見せて、お袖。そうだ、3番入ってて。スーパーカー。ね。すごいよね、はい、その似顔絵とかも。どうしたんですか、これ。まあ、これ知り合いがね、持ってきてくれて。うん。まあ、知り合いって言ってもそんなに知り合いじゃないんだけども。もうファンの方なんですかね。まあ、そうだね。作っていただいて。すごいいいの作っていただいて。まあ、そうだね。サインまで入ってて。はいはい。こういうね、豊さんのグッズが全然今ないのでね、こういうのはすごく嬉しいですね。なんかついでに私にも、私の分までそうだよ、いただいてね、来たいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで今日もやってきました。はい。まあちょっと声のトーンが低いっていうのは、3連戦じゃないんだよね。これ変則3連戦もあるし、そうそう、まあ曜日としたら、まあ、日曜日に撮るっていうようなことだったので、なんかね、ちょっとこうね、毎週木曜日と日曜日は、この3連戦を振り返るの時間みたいな感じになってるので、まあこれからね、ちょっと変則になってくるかもわからないけども、まあとりあえず撮りましょうということで、でちょっと今までとちょっとお伝えの仕方も変わって、ちょっと変わるよ。はい。ちょっとクライマックスに向けての、まあ競り合いを中心にね、ちょっと話をしていきたいと思うけどもね。はい、もう残り試合もね、どんどん少なくなってきてるので、はい。ということで、ここに来て大量離脱困るねみたいな、痛いですよね。これがクライマックスシリーズを争ってるチームに出てるということと、まあ阪神は優勝ね、オリックスはマジック5という、はい、まあいよいよ来たね。ねえ。で密かにまた記録誕生というかね、なんでしょうね、まあ素晴らしいというかね、ああこいつはやるだろうなというような、まあそういう選手がやってくれたけども、はい、なんでしょう、また話の出てくると思うので、まあそうだね。はい。で、看板やちいちゃん、今日もよろしくということで、よろしくお願いします。はいはい。ということで、まずセ・リーグ、まあ伝え方が違うっていうのは、勝敗表を書きましたね。もう対戦のカードがね、3連戦ではなかったり、まあまあそうだね、カード変わったりね、はい、することがあるので、ちょっともう残り試合も少なくなってきてるので、はい、残り試合数と、まあ勝敗ゲーム差、はい、ちょっとこの辺り分かりやすいようにちょっと書いてみたけどもね、してみましたが、まあ残りがね、もう本当にもう1桁、広島はね、はい、はいで一番多くて12ということでね、こんなふうにして書くと本当にあと少しだなっていう感じですね。ということで、まあゲームはね、とりあえず追っていかなきゃいけないということで、まあ DeNA、まあヤクルトの2連戦やった後に、まあ阪神と今日1戦やったんだけども、これ全体的に見て、まあ1戦目はね、平良がよく投げてヤクルト戦にね、まあ3対1で勝負するんだけども、勝利ね。で大和のファインプレーとかね、いやすごかったですよね。まあね、で牧とか牧の犠牲フライで先制したり、まあ外がホームラン、宮崎のホームランとか言って、まあ3点を取るんだけども、まあ2試合目6対3で負ける。でこれがさ、まあ塩見とか浜田をね、相性のいい、バッターを1、2番に添えてきて、まあ、ここがやっぱりヤクルトが機能したんだよね。で石田が苦しんだところ、で特に感じたのは、5回同点に追いつかれて、塩見がねチャンスで回ってきた時に、塩見が8の6ぐらい打ってんだよね、石田から。はい、でここで勝負するのか、マウンドに行って細かい指示を与えるのかっていうことを DeNA の方には期待をしたんだけども、まあ誰も行かず、まあ、塩見にタイムリー、相性のままタイムリーを打たれて、それが決勝点になるというね。まあその試合で村上が30号とか、まあ、オスナがダメ押しのホームランを打つ、でノーアウトで DeNA が出したのが3度あったんだけども、チャンスがね、はい、この3度のチャンス、ランナーが1回もセカンドに進んでないという、はい、だからこういう試合をやってるとちょっとやっぱ苦しむよなっていう風な感じを受けたんだよね。で今日の試合でも、まあ、1対0で勝つんだよね、阪神に。はい、で代打太田が9回に、ホームランを打って、その1点で勝つんだけどもさ、はい、11安打で1点しか取れないという。いや本当そうなんですよね。まあ確かにね、森下がレーザービームで、ホームで刺したとかね、まあそういうこともあったんだけども、やっぱこれからの戦いってさ、やっぱ11安打打ったらね、やっぱ複数得点を取ってほしいよね。そうですよね。でクライマックスにも向かうわけだから、向かおうとしてるわけだから、こういう戦いをしてると非常に苦しくなるよね。で阪神のブルワーがこう9回に登板してきたんだけども、まあいきなり初球をホームラン打たれるという、で林に打たれて、1球目に盗塁をされるという、クイックができないんだよね。外国人投手ちょっと多いですかね。まあちょっと多いかもわからないね。だからそこら辺は阪神がブルワーを使おうとしてるんだったら、やっぱ少し課題が見えたかなという試合だったよね。ね、こううまくそこを対応してこれるとまた違ってきますかね。まあまあそうだね。まあただ代打の太田がホームラン打ったり、まあ今日大和のプレーなんかも本当に素晴らしいプレーをしてるしね。だからそういうなんかこう締まったゲームに見えるんだけども、内容を紐解いていくとなんかすごく効率の悪い攻めをしてるなっていうような。まあそんな印象があるね。DeNA ですね。DeNA がね、まあ11安打で1点はね。ちょっとね。ちょっとエコとはエコにはほど遠いというね、まあそういう攻撃でした。はい。ね、まあだけど2勝1敗でこの3連勝を乗り越えたというね、乗り切ったという。まあ昨日なんかさ。ものすごく広島とかジャイアンツが負けてるのにお付き合いをして負けちゃったというね。ここで勝つと良かったねっていうね。まあ2位やっぱり2位を狙ってね、本拠地でやりたいだろうから。本当そうですよね。そこ大きな違いがありますよね。2位と3位だとね。それで巨人ね、まあ中日との2連戦と今日はヤクルトとやったんだけども、まあ巨人1試合目 7-0 で、まあ勝つんだよね。戸郷が6試合ぶりの11勝目、ね、8回94球3安打無失点という、まあ、前回140球投げてて、ね、ちょっと心配だったんだけども、まあそういう疲れとか、そういうことはあんまり感じさせずね、まあスイスイといったというね。本当にね。であと3回、シーズン終わるまでに残り試合11の中で3試合登板するという予定にしてるみたいよ。で最後の登板なんかは中3日で投げるというね、ことを言ってるけども、まあここら辺の争いはちょっとまだ分かんないからさ、まあ数字的にはねものすごく苦しいんだよ巨人はね。でもどうなるか分からないからさ。本当ですよね。で今の時点で5割でしょ。でこっちは4つの貯金、5つの貯金持ってるよね。だから相当やっぱ苦しいのは苦しいんだよね。ただね、その相手がどうなるっていうことでもだいぶ変わってきますね。直接もあるしね。だからちょっとまだわからないけども、まあこの試合で4番岡本が40号、ね、初めての40発、まあ早抜き打者では19年の坂本に次いで2人目というね。その坂本が4年ぶりの20号、ね、中田翔半月ぶりの復帰戦で2打席連続のホームラン。すごい。でこの試合で岡本がレフトでスタメンをしたというね。まあ中田翔がファーストに入って岡本は必然的に外野に行ったというね。で2試合目は1対0、ね、岡林の先制ホームランの1点だけという、まあ菅野を見殺しというね、まあただ高橋宏斗がね、まあ非常に良かったし、まあ6回投げて100球2安打に抑えて9奪三振無失点、まあこの試合で巨人戦に初勝利をするね。でこの試合でね大勢が戻ってきてるんだ。巨人だね。そう、で登録されるけどもこの試合では投げるチャンスがなかったというね。で菅野は6回76球4安打1失点ということで、まあナイスピッチングだったんだけども、そうですよね。まあ1対0で負けるってピッチャー苦しいよね。やっぱね。本当そうですよね。しかもこの1回のね岡林の1本。それも失投じゃないんだよね。ものすごくインサイドに食い込んできたスライダーだったんだけど、岡林が本当にうまく打ったわね。まあそれで負けるという、もうその1点だけだったというね。はいね。で今日ね、3対2で勝つんだけども、ヤクルトですね。ヤクルトとの対戦でね、まあ6回に丸と岡本のホームランで2対1と逆転ね。いよいよ9回1点リードで大勢が出てきた、ね、うん、サンタナにツーベース、オスナにライトに、大きいフライを打たれて、うん、セカンドの丸山だったかなでタッチアップをして、うん、で中村の犠牲フライで簡単に1点を取るというね、うんうん、しかしまあその裏岡田がヒット、うん、吉川を送って丸が、申告権、はい、門脇がセンターにサヨナラヒットという、ね、で門脇っていうのは後半戦に入って首位打者なんだよね、うん、計算するとなるほど、うん、3割打ってんだよ、うん、で丸より打ってるという、うん、ただやっぱり実績っていうのは大きくてさ、はい、まあこの試合も丸がホームランを打ってるだけに、うん、まあ敬遠をしたんだろうけども、うんうん、いやいや私の方が今打ってますよみたいな、まあ、形ででも門脇がね、うん、巨人のあの守備位置とかをすごく変えてきてるし、そうですよ、うん、だけどね大勢が出てきて大勢が勝ち投手になるんだけども、うん、まだ運は持ってるのかなっていうような気はした、うん、ただ大勢投手、大勢、うん、やっぱりしっかり抑えなきゃいけないんだけども、うん、やっぱこう久しぶりの登板でね、まあ、相当の緊張感もあっただろうし、うん、打線的にはきつかったかなということも考慮したら、うん、まあ負けなくてよかった、うん、勝ちつきましたからね、そうそうそう、うん、だからそういう意味ではまあまあここに来てね、うん、やっぱこう負けるか勝つかっていうのはすごく大きいし、うん、うん、だからまあ勝ったということがね、まあ、救いだったね。もう内容は置いとけないですけど、まあ、内容よりもこう結果がね、うん、その久しぶりの登板だったら大事だよってことがありますかね。もうちょっと点差になって投げさせてやりたかったんだけどもさ、はい、まあ一体1点差だったからね、うん、はい、なんとか、はい、そうだね、うん、はい、続きまして広島、はいね、広島はね、うん、もう本当に怪我人が多くて、うん、ね、で阪神と2戦やって、うん、今日が中日ということで、うん、で阪神は優勝した次の日のゲームだったんだよね、広島に乗り込んでてね、そうそうそう、うん、まああんまりフラフラの状態じゃなかったね阪神は、うん、やっぱ紳士的だったね、紳士的、やっぱピッチャーはね、うん、ちょっとブルペンデーにはしたんだけども、うん、ただ野手はキャッチャーの坂枝を使うんだよね、うん、うん、ぐらいで、あとはベストオーダーを組んできたかな、うん、うん、で広島は、はい、やっぱこういう試合は絶対勝たなきゃいけないというね、うん、もうちょっとやっぱり優勝して達成感があって気が抜けたようなチーム、うん、ただプレッシャーがなくなったっていう伸び伸び感は感じたけど、まあ、広島はやっぱプレッシャー感じてるよね。そうですよね。だから戦いにくいとは思ったんだけども、うん、まあここで奮起したのが、小園、はい、まあ2本のタイムリー、うん、で代打、まあ代打の切り札だね、うん、まあヤクルトは川端、広島は松山ということでね、うん、決勝タイムリーという、うん、ただねここに来て、まあ、11日に菊池と西川が抹消されてて、うん、野間もねこの試合で途中交代したんだよね、はい、もうレギュラーが3人いないというね、うん、うん、だからちょっとこれは困るなというようなね、本当ですね、うん、まあ、もう今残り8試合ですけど、いやそうなんだよ、8試合で下から追ってるのが、ね、DeNA でしょ、そうですね、で3つあるんだよ試合数が、うん、だから3つ勝つっていうことは勝つって計算するとね、広島はね、うん、広島はやっぱもっと離しといきたいよね、うん、3ゲーム、まあ3ゲームあるからねまだいいけど、うん、もうちょっと離しときたいなっていうような感じがするんじゃないの、うん、で2試合目、はい、ね、9対3で、阪神、まあ阪神は伸び伸び打つね、まあ、佐藤が3打点、うん、ノイジーが5打点、ね、2本のホームランというね、本当にもうなんか、かえって厄介なチームになってますから、優勝決まってから、いやいや伸び伸び打ってるし、うん、やっぱプレッシャーからの解放とかね、うん、まあそういうこともあるだろうけども、はい、まあ打線は16安打と、まあ、好調を維持してるということだよね、うん、で大竹が11勝、はい、ね、5回無失点という、うん、まあ見事にゲームを作るねこのピッチャーは、はい、で森下、うん、ね、やっぱこう大瀬良の次のエース、はい、今もうエースと言われなきゃいけないんだけども、うん、4回3分の2、90球で9安打、うん、7失点という、ね、うん、これゲームが全く作れなかったというね、うん、でカウント球が取れなかったとかね、うん、まあ、そういうことを言ってるけども、もうそういうことは言ってる場合じゃないよね広島にとってはね、うん、うん、でね、この相性が悪いんだよね、大竹との。なるほど。4度の投げ合いで全て敗戦投手になってるという今年ね。なるほど。うん、だからまあ投げてる相手も相性が悪かったんだろうなっていうこともあるけども、やっぱ森下クラスだったらやっぱ勝っていかないとね。やっぱ広島怪我人が多いだけに、まあ、苦しいかなっていうふうには思うね。はい。でこの試合で、相澤が全試合出場。うんね、おめでとう。おめでとうございます。ね、よく頑張りました。ね、これからもね、頑張ると思うけども、まあとりあえず区切りとしてね、おめでとう。はい。でね、これ若手の田村。うん。がいいね。いいね。あのね、キャンプの時にこの田村っていうのはスイング見たんだけども、一目惚れ。誰が？俺が。あ、この選手は絶対良くなるなと思った。いや、そのぐらいなんかね、一振りで素質を感じたという。豊さん、そういう選手たまにいますよね。いるよね。うん、ただね、デッドボール受けたんだよね。うん、それでちょっとまあ今日受けたんだけども、ちょっと心配だね。なるほど。なんかね、左手のこうあたりっていうか、ここら辺に当たってんだよ。こう打ちに行って。だからまあちょっと調子が良かっただけにね、ちょっともったいないなと思ってね。2年目のね、田村俊介選手ですか。はい。はい。で今日です。ね、3対0。ね、6回、まあ葉月と小園頑張るな。ね。やっぱやっぱ頼りになるよ。主力が抜けてね、小園が3番とか座ってるけども、まあタイムリーで2点先制、9回には。その田村がね、デッドボールを受けて末金を出したんだよね、2エンド2から。そしたらタイムリーってさ、まあ期待に応えたというね。で栗7回、108球、4安打、無失点ね。投げてる相手が柳、8回、117球、4安打、2失点、援護点なしという。またなんかまたっていう感じですね。柳投手の時にはこの援護点なしがセットでついてるような感じがしますけど。本当だよね。本当辛いね。まあまあだけど広島は勝ったということでね。でね、見ると広島がこの3試合やった中でまあ2勝1敗、で DeNA も2勝1敗、ジャイアンツも2勝1敗という。これじゃ全然全くさ、もう並行して動いてる。まあそうだね。で残り試合が8試合ね、11、11だから、だから本当にもうね、もたもたしてたらもうこの順位で決まり、ね。だからまあこれからの対戦相手っていうのはすごく重要ですね。どのチーム。まあそうだね。はい。でヤクルトはもう5位以下が決定したという。そうですね。はいはい。だからこの3チームのセリーグは争いになってきました。はい。まだまだ熾烈ですね。まあそうだね。まあそういう3連戦というか。まあ3試合だったですね。はい。はい。ということでセリーグでした。はい。でパリーグ。はい。パリーグの方ね、こちら残り試合数が少しセリーグよりは多いですが、はい。ロッテはまだ18試合ありますので、ちょっとねまだまだ。まあそうだね。18あるからいいのか悪いのかちょっとわからないけどね。これどうなんですか。このタイミングというかこの時期で18試合残ってるっていうのはやっぱ厳しい。まあ厳しいけども、対戦相手を見てると、今年ね西武に対してすごくいいのよ。で西武に対して、11勝6敗なんだよね。対戦する前の成績っていうのは、で非常にパ・リーグの中で一番勝ち越してるチームが西武なの。これが8試合残ってたわけ。まあ今日で2試合消化したけども、いやだからそういう意味では対戦してて嫌さはないよね。なるほど。ストレスっていうか勝ち越してるだけに、ただ負けれないというプレッシャーはもうロッテの方が強いわけだから、まあどうなるかということだよね。ね、そこもセ・リーグ同様、2、3、4この辺はもうまあそうだね。熾烈ですよ。いやもうここセ・リーグ以上に。いやセ・リーグ以上にだって、3.5 しかないわけだから。そして残試合数が多い、残り試合ね、多いわけだからね。はい。ということで、まあ西武とロッテ、西武が平、ロッテが美馬、で美馬がね西武に勝てなかったのよ。だけど5対1で勝つという、これ面白いよね。だから相性なのかなっていうふうに思うけども、まあ平がね前回の登板で10勝を決めて、うん、いやー平良やっぱすごいなと思ってたら、まあ、平良はやっぱこう6回100球、うん、6安打5失点、まあ、実績は4だけども、うん、ちょっと打ち込まれたね、うん、で逆に三輪が、5回84球3安打無失点ということで、まあ、ゲームを作ったというね、うん、でこの試合ではポランコは24号、うんまあ、単独のホームラン王争いの単独トップになったね、うん、でツーランとかで、まあ、でもロッテは6安打で5点を取るというね、うん、非常に効率のいい野球ができました。はい、はい、で2試合目、うん、3対2、はい、西武にやられるというね、これまたね、佐々木なんだよ。佐々木朗希投手ですね。でね、ベルーナドーム、では初登板なんだよね。だからマウンドが合わなかったんじゃないかっていう話もあるんだけどもさ、まあ確かにそうかもわからないけども、ツーアウトを取ってからフォアボール、ライト前ヒット、ライトオーバーヒット、で四球で。デッドボールで満塁、うん、で渡辺にデッドボール、うん、まあ外崎が2点タイムリーといういきなりの3失点をするんだよね、うん、だからボールがね本当に荒れてるし、制球ができなかったという感じがしたね。これはやっぱりこうね離脱してた時の、うん、まあ影響あるよね。影響は確実にありそうな感じですよね。でこの前40球ぐらいで降りて、うん、で今日は70球っていうようなね、うん、まあそういう制限を設けてやってたんだけども、うん、まあ佐々木が投げた時にこう負けるというのはちょっと痛いね。ロッテにしてはね、そうですよね。でただその9回には岡のツーランホームランとかね、うん、でなおも角中がツーベースを打って、チャンスを作ったんだけども、うん、まあ抑えられたという、うん、で隅田よかったね、6回89球2安打、うん、8三振、うん、まあね低めに変化球がねほんと決まってた、うん、なかなかやっぱこう打ち崩すっていうのは難しかったかもわからないけども、やっぱ佐々木でやっぱ3点リードされるっていうのは、うん、ちょっと計算が狂ったねロッテの戦い方とするとね、うん、で明日、はい、高橋光成と西野ね、うん、ロッテ踏ん張りどころね、パ・リーグはね2試合ずつだったんですよね。今回はねだからこうちょっと変則的な感じですけど。そうだね。はいということでした。で日本ハムソフトバンクでソフトバンクもう大量離脱ね、これが先ほどね最初に冒頭に言っていた大量離脱で今宮三森中村これは怪我ではなくて体調不良というかね、うん、だから2023の特別処置の抹消だと思うんだけど、うん、まあ体調不良だよね、うん、だから内野の今宮三森中村、うん、これは全部いないじゃないかってね。いやそれで三塁手の栗原が離脱してるでしょ怪我で、うん、でピッチャーは嘉山、うん、左のワンポイントでよく使われるねを抹消という、うん、で球場に来たんだけども武田も宿舎に帰るという。これはなかなか厳しいですね。いやこれからも出てくるんじゃないかっていうね、うん、そういう話なんだけども、うんうん、ここに来てまたねそうだな影響だとちょっと辛いですね。はい、でまあよっぽどピッチャーが頑張らなきゃいけないんだけどさ、うん、この試合ではね非常に頑張ってたんだけども、はいまあ万波、うん、先頭打者ホームラン、うん、右へね石川から打ちました、はいね、で1対1の膠着状態から、うん、万波がまたオスナから、うん、サヨナラツーランというねなんという、うん、先頭打者とサヨナラホームランを打った人は、うん、史上2人目おいらっしゃるいるんだよすごいそれも中日時代のパウエルっていう人がね、打って以来2人目でやっぱそんな記録ってなかなかないよね。なかなかないところがびっくりで万波が21号22号ねポランコの24号に2本差ね、頑張るという頑張ってくっついてますよね。でね、この試合でね、ソフトバンクはね、基本塁打が102になったんだよね。でものすごく打たれてるのよ、相手チームに。で日本ハム戦に29本打たれてるので、球団別では最多を打たれてるんだよね。だからやっぱ確かにその日本ハムってホームランが多いチームだけども、やっぱここら辺はやっぱ対策をしていかないとね、ホームランでやられるということが多いということだよね。なるほど。はい。で2試合目も6対1、ソフトバンク連敗です。はい。ね。2回2アウト1、3塁から奈良間がね、意表のセーフティーバント。2アウトからね。で和田がやっぱ慌てたね、ベテランとはいえ。でこれで先制。で押し出したりとかもしてね、万波にストライクが入らないという、まあフルカウントまでいったんだけど、万波もなんか成長したね。フルカウントから普通振りそうなボールをすっと見逃して押し出しを取るとかね、万ちゃんかっこよくなっちゃったよ本当に。で5回にはね、マルティネス、松本、野村のタイムリーなどでまあ3点を取るという。だからなんかね、すごくこの大量離脱が、まあもちろん危機感もあるんだけど、これがね悲壮感に見えるんだよね。ただメンバーはいる、戦えるメンバーを俺は残されてると思う。だからそういうことをもう考えず、悲壮感を持たず、ね、もう柳田なんか責任を感じてるというかさ、まあ昨年もあと1試合で優勝だったのに勝てずにオリックスに持っていかれた、まあそういうこともありながらやっぱり力みがあるよね。そうじゃない、やっぱ戦略戦術で勝てるようになってほしいなっていうふうに思うよね。はい。でね、この試合で根本、5回3分の2、98球、2安打、8三振、3四球、2つのデッドボールを与えながらも無失点という。で2回にはね、フォアボールとデッドボールで一進満塁を作るんだよ。を自滅かと思ったんだけども、まあここをやっぱり踏ん張れたことが、まあ、勝ち投手になったというね。よく頑張ったよね。はい、で伊藤と明日は坂東が投げるというこれね、伊藤はね前回やられてんだよ、ケチョンケチョンに。だから期することがあると思うよ。それと新庄監督が誹謗中傷はやめてくれと。可愛い俺たちの俺の選手にそういうことは絶対言わないでほしいって。これ意気に感じる男だけに、やっぱ嫌なピッチャーがソフトバンクが投げてくると思ってるはずなんだよね。まあ明日も面白い試合が行われると思います。はい、日本も勢いが今ありますからね。はい。ただやっぱソフトバンクはちょっと苦しくなってきたな。はい。続いてはオリックス対楽天。ね、楽天は10連戦の始まり。で初戦相手は山本。ね、山本、宮城ってくるっていうのはほぼ決まって分かってた。これは苦しいぞって、この展開で4位から追っていくのに山本、宮城くんのかよみたいな。しかも10連戦の初戦。ただ裏を返せばね、ここを取れば勢いが出るというね。でまあ1点リードされた3回、山本から4安打を集中させ、2点を取って逆転するという。山本どうしたってね、1イニングで4安打なんか過去あるかみたいな。で5回はセンターのエラーからノーアウトランナーサードで小郷がライトへ犠牲フライで3点を取るというね。ただ先に失点した岸、すごかったね、かっこよかったわ。ちょっとエラーでね、エラー絡みの失点だったんだけども、まあ6回100球4安打1失点、ね、相手が山本、10連戦の頭十分分かってたと思うんだけど、このベテランはやっぱ落ち着いてるし、肝っ玉座ってるわ。で山本、7回104球9安打3失点、まあ自責は2ということなんだけどもね、まあちょっと山本には珍しかったね。9安打っていうのはね、あんまり聞かないよね。本当だよね。まあだけど初戦を取ったことでこれ勢いに乗るなっていうふうに思ってたわけ。で宮城と庄司が投げるんだけども、うん、6対4でオリックス、うんね、浅村の24号ツーランで先制、はい、まあ、ポランコに並んだということだよね、うん、まあしかし、4回裏ゴンザレスのソロホームランで、まあ、3対3になるんだよ、はい、で6回杉本が犠牲フライ勝ち越し、うん、8回同点から杉本がワンアウト二塁からセンターへの勝ち越しスリーベースヒットで、逃げ切るという、うんうん、いや宮城からさやっぱ先制ツーランとかさ浅村が打ってるだけに、うん、ちょっともったいなかったねこの試合は。そうですね、うん、ただやっぱオリックスの方は、うん、やっぱ杉本やっぱ調子を上げると強いなっていうね、うん、打線に厚みが出てね、で森とか中川今頓宮が抹消されてるけども、うん、はい、苦しい中ね、まあ、杉本がこういう活躍をしてくれると、まあ点を取れるなという感じがするよね、うんうん、まあ、杉本の代走小田がセカンドゴロの間に生還、うん、6対4、うん、ね、やっぱ代走も効いてるということだよね。うんですね、うん、だから宮城から4点取ってるだけにちょっともったいなかったなという、まあ、そういう試合に楽天はなったというね、はい、で明日は曽谷と田中マー君ね、マー君ね、これは俺ポイントに言ってるけど、うん、やっぱマー君が勝たないと上いけないよということだよね、うん、だから本当にマー君を見せてほしいな、ね、大事な試合ですね、はいはい、はい、ということでちょっと順位表を見てみると、うん、やっぱりねセ・リーグと一緒で、うん、負けたらみんな負ける勝ったらみんな勝つということで、ね、なかなかこう縮まっていかないんだよね、うん、うん、ただね18、15、17ってこの3チームは残ってる、うん、ね、うん、まあソフトバンク大量離脱がどこまで響いてくるかこれはちょっと苦しいと思うけどもちょっと踏ん張りどころと、うん、やっぱね5割に早く持っていくことを考えた方がいいね。なるほど、上を考えるというよりも5割に早く持っていく、うんうんうん、そうなってくると A クラスが自然と見えてくる、うんうん、多分ね A5割以上じゃないと多分 A クラスに入ってこれないんじゃないかなと思うんだよね、うん、でソフトバンクがギリギリ63勝63敗で5割なんだよね、うん、だからもうここが最低ラインだと思うわ A クラスの、うんうん、でソフトバンクはもうね、まあ、メンバー的に見ても、うん、もう一進一退が続くと思うよ、うん、だから歯くしばって頑張ると思うんだけどもやっぱり頑張っても5割なんだよね、うん、だから早く楽天は5割に持っていくことこれが大切だね。なるほど。ね。もう本当ね、残り試合とこのゲーム差と、はい、もう目が離せない。目が離せない、ね。本当に。本当に。ね。ただね、うん、相変わらずね、日本ハムの野球は面白い。なんかもう楽しくのびのび野球やってる感じですか？っていうかね、やっぱ点の取り方、失点の取り方にアイデアを感じるし、うん、やっぱそれを取ったことによってみんながよしやったみたいな。なんか楽しんでるよこれ最下位だから楽しんでるんじゃなくて、うん、やっぱそのアイデアに対してなんか楽しんでる姿があるもうこれは12球団の中でもここしかないず抜けてるず抜けてるだけど、まあ、最下位だからできてるんじゃなくて、うん、俺はこういう争いをしてても日本ハムはそういう戦いをするはずなんだよね多分もう日本ハムというチームのカラーがそういう、まあ、そういいカラーになってきたなね新庄監督のもとではそういう戦い方なんでしょうね、うん、だから、うん、まあそのぐらい破天荒な野球をやってもいいんじゃないかっていうね、うん、まあ感じもするけどもね、うん、まあいろいろアイデアやっぱ戦略としたら日本ハムが一番ね長けてるっていうふうに思うし、うん、やっぱり今ソフトバンクに欲しいのはそういう戦略戦術じゃないかなっていうふうには思いました。なるほど。はい。はい。ね、また木曜日ですね。ね。まあ、次もちょっとね試合がちょっと変則だよね。変則ですね。うん。はい。なのでちょっと対戦相手だったり日程だったりが今まで通りにはいかないですけど、そう、まあ、このような形でお伝えするのが一番わかりやすいのかなっていうところで。うん、はい、それぞれの試合をまた豊さんが細かく見ていきたいと思いますので、はいはい、まあ一番の注目はこう3位争いというか3位上 A クラス争いというところですか。まあそうだね、クライマックスシリーズに誰が出るかというね、どこのチームが出るかというね、本当ですね。まあそういうところだよね。はい、はい、まあ変則になるから、うん、木曜日とは限らない、日曜日とは限らないけどもできる限りまあその曜日を変えないでやろうと思ってます。はい。ね、また見てください。はい。